萩原恭平 VS 鈴木千尋。ただいまよりライジン38第2試合ライジン MMA ルールフェザー級マッチを行います。青コーナー173センチ 65.90キロ、10戦7勝3敗東京都三鷹市出身、初代ノックアウトブラックスーパーライト級チャンピオン、クレイジーダイヤモンド鈴木千尋。赤コーナー178センチ 65.80キロ、12戦6勝6敗大阪府豊中市出身、アンダーグラウンドエンペラー萩原恭平。レフェリー松宮智樹。この試合はライジン MML 各ラウンド5分の3ラウンド制で行われます。なおこの試合の勝者は湘南美容クリニック、フォージャパン株式会社様、ベッドランク様、株式会社つむぐグループ様の各社より勝利者賞が贈られます。すげえ上がってる、強く上がってる、よっつったぞ、終わって、終わっとけいいんで。
上げちゃってもいいよ、相手何もできないから、そこから行こう、あ、差し上げろ、ちゃんと強く、もう一回大事に差し上げろ、右手そう、ちゃんと右手差し上げろ、落ち着いていいよ、いいよ、ちゃんと差し上げろ、早くさん、青野くんが、青野くんが、そっからさ、ストップ、強くが、青野くんが、いいよ、いいよ、もう一回、もう一回、起き上がって、起き上がって、起き上がって、いいよ、強くそれでいいよ、鉄椎とか細かいのでいいから、肘もいい、ラスト1分だから、強く、ラスト、ナイス、肘、1分だ、1分、1分、もう一回、差し返してもいい、残り時間1分、残り時間1分、もういいよ、強く、チャンス、ブリッジが来ると、今ブリッジが来る、ナイスだ、どうだ、打ち上げ、このブリッジだけ、オッケー、オッケー、そうだ、もう一回差し上げろ、強く差し上げろ、そうだ、それでいいんだよ、それでいいんだよ、ラスト、ラスト、このブリッジだけ、ナイス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 、いやいや、いやいや、強く行け、ゴールできる、強くもらえるんだよ、そこ、サンクル行け、それ、もらえるから、強くもらえるから、押し込めって大丈夫です。押し込んで、そう、押し込んで、押し込んだら勝てきた。そうだ、それいいよ。そう、一番嫌がったんだけど、アームロックいいよ、ステアアームロックだから関係ない。無視していい。そう、無視していい。視力それ抜けたらチャンスだからな。いいぞ、上取ってからバック取って。視力いいよ、バックもやる。いいよ、投げてきたチャンスだぞ。バックある、よっしゃー。打ってけ、ラスト17、ラストだよ、視力3。セカンドアウト、セカンドアウト、勝者
鈴木千尋 The winner 千尋鈴木第2試合リラウンド2分14秒ディアネイキッドチョークにより勝者鈴木千尋 2 minutes and 14 seconds this grand final here in the nutshell the winner 千尋鈴木見事勝利を収めました鈴木選手にはジャパントロフィー様より勝利者トロフィーが贈呈されます。続きまして湘南美容クリニック様より勝利者賞が贈られます。続きまして王ジャパン株式会社代表取締役社長村田時俊樹様執行役員専務小熊泰介様より勝利者賞が贈られます。さらにベッドランク様より勝利者賞が贈られます。そして株式会社スムググループ代表取締役社長細谷イアン様小峰大樹様より勝利者賞が贈られます。ちょっと待ってください。水飲ませてください。どうも皆さん、ザマッチが終わってスターが消えてって、僕は、格闘技界に、新時代を作りに来ました。二刀流、まあ最初はバカにされてます。今もバカにされてます。でもこれ近い将来俺ここでベルト取ってチャンピオンになって証明するんで、俺の夢についてこいよ。お願いします。ちゃんと取ってください。ここ応援してくれる人がいて僕は練習集中できてるんで本当に感謝でいっぱいです。はい、あとは、はい、ちょっと感謝してます。僕の最大無料広告と平本くんいつもありがとうね。どんどん宣伝してください。以上。Thank you.